ラカルディビアッサラーマリコン原田です。マリコンさんコバです。なれません、笑っちゃってる。なれませんね。で、新挨拶ということで今回から、ね、はい。で、まあ、今日の動画なんですけれども、我々、まあ、セネガル住んで、まあ、6年、7年ぐらいじゃないですか。セネガルのめっちゃいいところもあれば、うわ、ここちょっとダメだなみたいなところ、両方まあね、酸いも甘いもね、やっぱりあるじゃないですか、うん、今日はそんな、まあ、セネガルのいいところ、悪いところをもうベスト5にランキングしていっていきたいと思います。で、まああの、我々日本人から見て、わ、セネガルここいいな、良くないなっていう感じなんで、もしかしたら違う人が見たら違うかもしれない。あくまで、うん、あの個人的な視点ということで。いや、そうです、はい、ワースト1とかなんか、ワースト1とんでもないなんかただの悪口みたいな、はい、可能性ありますね、はい、じゃあ行ってみますか。はい、じゃあいいところ、いい方からいきましょう。ベスト、じゃあ5から、ベスト5からいきましょう。じゃあベスト5、自信がない。あー、これね、これ、そう、意外と忘れがちだけど、いいと思う。逆に自信あったら大変なことになる、全部潰れる、全部潰れるんですけど、ね、はい、でもまあ自信ないんで、これはね、多分すごいいいところかなっていう。そうだね、はい、まあ、これがベスト5ですね。じゃあ続きましてベスト4、セネガル料理が美味しい。あー、これはもう、はい、旅行者の方ね、口を揃えて言いますね、はい、言うよね、うん、もうアフリカ一美味しいっていう人がもうほとんどだよね。うん、で、まあ、これなぜ4位かっていうと、これね、もしかしたらね、セネガル住んで1、2年、3年ぐらいだったらもうちょっと上位にランクインしてたと思う。そうね、2位とかに慣れてきてる感がちょっと、ちょっと感動はもうないよね。慣れてるとも飽きてきて悪口そうだね、うん、まあ、脂っこいじゃん、美味しいけど脂っこいので、あ、年を取ってきたし、そう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 、だんだん最近その食べる頻度はだいぶ減ったけど、うん、で、まあ、たまに食べると美味しいね、やっぱ美味しいなって思うので、4位はセネガル料理が美味しい。そうね、続いてベスト3、はい、海が近い。これダカールに限ってっていうかもしれないですけど、うんうんうん、海が近いっていうのはもちろん海産物も取れるし、うん、海辺とかおしゃれなレストランとか、うん、おしゃれな浜ビーチみたいなのが結構あって、うんうん、これはね、なんか意外とセネガルっていうか、まあ、ダカールに住んでていいなって思う。こんなだってさ、海に近いところに住むってあんまないじゃん。そうそうそう、あと気温に関してもやっぱ海風がこう、そう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 、内陸と比べて、ね、だいぶ涼しいって、そう、はい、ね、気候って言いたかったけど、気候はちょっとね、今回実はいいにも悪いにもランクインさせてないんですけど、はい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 、いいも悪いもあるん で海が近いっていうのはすごいなんかね、年間通してセネガル、はい、いいところだなと思って、ね、魚とかも美味しいし、そうなのよ、はい、ね、牡蠣とかね、ウニとかも美味しいんで、ぜひ皆さんね、はい、海産物を求めにやってきてください。はい、はい、2位でした。え、3位じゃないの？あ、ごめん、3位です。3位です。じゃあベスト2、はい、ベスト2第2位いきましょう。なんだ、はい、人助けとかをする時のなんか対応が柔軟、人助けの対応が柔軟え、なんか、なんか人情がある。あ、人情がある、あ、なるほどね。そう、第2位、人情があるんですね。人情がある、はい、っていうのも結構さ、セネガル人とやり取りしてる中で、例えば値段で揉めたり値段交渉するっていうのは、うん、まあ、僕らもそうだし、一般のセネガル人も普通にやってるじゃないですか、うん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 、でそういう時に多分本当に困ってたり、本当にこれ必要みたいになると、うん、あーあああ、分かった分かったみたいな感じで、うん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 、なんかそのお互い人情があるというか、あ、そうね、完全にビジネスしないところがあるのかなっていう。確かに確かに。まあ、例えばあとなんか街中で喧嘩とかあってもさ、うん、なんかすぐ止めに入ったりさ、そう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 、日本で どうなの、まあ、見てみるみたいな、ね、そうなのよ、電車とかで喧嘩あったら絶対ほぼ 100% 見てみる。そうなのよ、喧嘩あるとみんなが止めに入るみたいなそうそうそう、それは全然なんか見てて日本とは違うかなっていうね、うん、そうそうそう、なんかね、そう、人がいいとか人が悪いってちょっとざっくりしすぎてるから、うん、ちょっと人情があるっていうのを第2位にさせていただきました。これが第2位。じゃあ5
これが第2位と思うでしょ。ついに行きます。行きましょう。じゃあ第1位、栄えある第1位、平和です。ジャブレイ、はい平和。いやもうね、これにつけるかなと思う、正直。そう、まあ、これに関しては正直日本も平和、めっちゃ平和だし、セネガルよりも日本の方が平和な部分もある、うん、けども、セネガルの平和さってなんかちょっとまた違うというか、僕らアフリカに住んでるから他のアフリカの国と比べちゃいがちかもしれないんですけど、例えばよく言うのはナイジェリアでラゴスとか、南アフリカのヨハネスブルクとか、ケニアのナイロビとか、リベリアのモンロビアとかっていうのは治安が良くないっていうのを、僕も行った国ではすごい感じたし、まあ人から話聞く、まあ実際はね全部行ってないんで分かんないんですけど、セネガルはやっぱりね、その点ね平和だし、僕らもちょっと平和ボケしちゃうって部分がある、ちょっとなんか少し気をつけなきゃなっていう部分もあるよね。日本では当たり前ですけど、余裕で街中歩けるし、バスにも乗れるし、まあ、人々も平和を好んでるかな、その、なんだろう、言い合いはするけど、なんかその言い合いして終わったりするじゃん、そっからなんか殴り合いとかっていうのは結構稀だ。どうだろうね、まあ、5年半ぐらい住んでるけど、今まで危険な目にあったりとか。いや、俺1回もないよ。ないよね。物取られたりとか、そういうのは、まあ、あったか。それはなんか居眠り、バスの中で、そう自分の不注意でみたいな。そういうのはあったけど、危険な目にあったっていうのはないよね。ないよね、はい、1位は平和ということで、もう絶対セネガルはね、住んだことある人だったら、それは絶対納得していただけるのかなと思います。なるほどです。はい、したらじゃあ続いて、次回はじゃあセネガル悪いとこです、ハガイ行っちゃいますか。じゃあ悪いところベスト5行きましょう。じゃあワースト5。これ5位。セネガル人の皆さん怒んないでください、ね、これなんか低評価とかつけてコメント